モハーチの戦い以後のハンガリー。それ以前のハンガリー王国の領域は黒い線で囲まれている。王領ハンガリーとその他のハプスブルク領はそれぞれ黄緑色と青色。オスマン帝国領は赤色。トランシルバニアは紫色で示されているベシェレーニ陰謀、ズリンスキ・フランコ陰謀、またはマグナート陰謀は17世紀のハンガリーで起きた陰謀事件。 ハンガリーからハプスブルク帝国その他の諸外国の支配を排除しようとして計画された。このクーデター計画の原因となったのは、共にハンガリーの隣接地域を支配する神聖ローマ皇帝、レオポルト一世とオスマン帝国との間で1664年に結ばれたさほど有名でないバシュバールのは役であった。反乱における組織力の貧弱さのため、 ハプスブルク帝国政府は敵対者を容易に弾圧することができた。陰謀の名前は、ハンガリー貴族のベシェレーニ・フェレンツ伯爵に、あるいは、クロアチア貴族のニコラ・ズリンスキ伯爵、ベータル・ズリンスキ伯爵及びフラン・フルスト、フランコパン伯爵にちなんでいる。詳細は、ハンガリー王国及び、王領、ハンガリーを、参照14世紀半ばに始まったヨーロッパにおける、 オスマン帝国の拡張は、セルビア及びビザンツ帝国との競争という形で展開され、両国はそれぞれコソボの戦いとコンスタンティノープルの陥落で致命的な敗退を喫し、オスマン帝国の前に水防を余儀なくされた。トルコ人たちの拡張主義政策は、16.17世紀にはハプスブルク帝国との工場的な構想をもたらすことになった。 1526年のモハーチの戦いの後、ハンガリー王国の中央部はオスマン帝国に征服された。北部地域にはハプスブルク家の支配する王領ハンガリー、南部地域はオスマン帝国の行政区、東部にはトランシルバニアがそれぞれ拡挙し、王国はこれら三つの陣営によって分断された。工場的に続く内戦と独立戦争の中では、ハプスブルクの支持者が オスマン帝国の支持者と戦うといったような守備一貫した行動を取るのは困難だった。1656年9月までに南東ヨーロッパにおける2つの派遣国の貢着状態は大最小極ルルメフメトパシャの補佐を受けたスルタンメフメト4世がオスマン軍の改革とより大規模な紛争の準備を始めたことで再び動き出した。情勢の変化は オスマン帝国軍がトランシルバニア領に侵攻して同地域を征服したことで現実味を帯びてきた。トランシルバニア公ラーコーチジェルジ2世は防衛戦の最中に殺された。この地域でのややあっけない勝利の後、トルコ人たちは大軍を組織し、軍隊に横領ハンガリーへと向かうよう命じた。トランシルバニア国家及びハプスブルク領内へのオスマン軍の侵攻は、 この地域の均衡状態を崩してしまい、レオポルト一世率いるハプスブルク軍は敵との退治を余儀なくされた。当初、ハプスブルクとオスマンの両軍は軍を差し向けて本格的な戦争に突入することは控えていたが、1661年にレオポルト一世はライモンド・モンテクッコリー・ゲンス率いる1万6千人の軍勢を敵地に送り込んだ。 オーストリア側の先制攻撃も虚しく、オスマン軍のハンガリー侵攻を遅らせることはできなかった。オスマン軍の侵入に対抗すべく、モンテクッコリはすでに1662年、さらに1万5000人の軍勢を与えられて、ハンガリーに陣取っていた。この軍勢に加え、クロアチア人貴族、ニコラズリンスキに率いられた地元のハンガリー人の軍勢も防衛戦に参加した。また、 ハンガリー人大貴族ベシレーニ・フェレンツの外交交渉が成果を結び、モンテクッコリは神聖ローマ帝国諸公の支援を得られた。レオポルト一世、神聖ローマ皇帝にして、オーストリア大公1663年の下半期から1664年の上半期にかけて、この連合軍はオスマン軍が征服した地域を取り戻したほか、オスマン側の物資供給ラインを立ち、 オスマン帝国がハンガリー国内に保有するいくつかの要塞を奪取した。1664年8月1日、ハンガリーとハプスブルクのキリスト教連合軍はセントゴットハールドの戦いでオスマン帝国に対し決定的な勝利を得た。この戦勝後、多くのハンガリー人たちは連合軍が引き続いて戦闘を続け、ハンガリーから オスマン帝国を完全に追い出すことになるだろうと考えていた。しかし、レオポルト一世の関心は、後にスペイン継承戦争を引き起こすことにつながる、ハプスブルクスペインの後継者問題に向けられていた。レオポルトは、東方辺境地域は、早々に以前の勢力均衡状態に戻し、スペイン王位をめぐって以前から続いていたフランスとの交渉に、 集中すべきだと考えるようになり、もはやとさらに戦争が続けば、オスマン帝国が年内に援軍を送り込んでくるのは明らかであり、レオポルトにとってこれ以上の延長戦は危険なだけだった。オスマン帝国との問題を手っ取り早く解決すべく、レオポルトはバシュバールの和訳に調印した。オーストリアとハンガリーが勝者だったのにもかかわらず、和訳の内容は、 オスマン側に非常に有利なものだった。ハプスブルク政府は、オスマン政府の区靴アパーフィミハーイ一世をトランシルバニア公と認め、さらにレオポルトは、和訳成立後20年間は、毎年20万フローリンをオスマン政府に支払うことが取り決めされた。は、ハンガリー人貴族たちは、屈辱的な条約内容に憤慨した。レオポルトは、バシュバールの和訳締結によって、 スペイン問題に集中することができたが、ハンガリー人たちは二つの帝国の間で分断されたままであった。さらに、この和訳は、ハンガリー人大貴族の間に、ハプスブルク宮廷はまるで自分たちを見捨てて、独立自衛状態に追い込み、自分たちでトルコ人の進出を食い止めさせようとしているようだ、という印象を抱かせた。その結果、多くのハンガリー貴族たちが、 自国から諸外国の影響力を排除しようと決心した。ペータル・ズリンスキと議定のフランク・ルスとフランコ・パン・インボーの最初の首謀者となったのはこの戦争でハプスブルク軍の司令官モンテク・コリと一緒にハンガリー軍を率いたクロアチア複王ニコラ・ズリンスキであった。ズリンスキはバシュバールの和訳締結の時期までにハンガリーから諸外国の影響を排除しようと 計画し始めており、国民は国家によって利用されるのではなく、保護されるべきだという考えを抱いてもいた。ズリンスキは、さらに、ハンガリー独立のため、クロアチア人とトランシルバニア人の加わった、連合軍を結成しようという構想を持っていた。ところが、ズリンスキは、和訳が締結されたその月のうちに、狩猟中に野生のイノシシに襲われて頓死した。 ニコラ・ズリンスキの弟,弟ペータル・ズリンスキとベシェレーニ・フェレンツが陰謀の新たな中心的存在となった。陰謀の参加者たちはハンガリー独立ばかりかハプスブルク帝国の排除までも狙うようになり外国の支援を得ようと試みた。陰謀者たちはフランス、スウェーデン、ポーランド・リトアニア共和国、ベネツヤ共和国といった 諸外国と支援要請のための秘密交渉を始めた。ベシェレーニとハエカの大貴族たちはオスマン帝国に協力の打診を行い、ハプスブルク帝国を国内から駆逐してもらった暁には、ハンガリーはオスマン帝国内で形式的な自治に甘んじるという条件まで提示した。しかし、彼らに協力する政府はなかった。スルタンメフメト四世もレオポルト一世と同様、 さらなる紛争を起こす気は、さらさらなかった。それどころか、スルタン宮廷は1666年、レオポルト一世に対して、陰謀の存在を知らせたのである。レオポルト一世はすでに陰謀の存在を、疑っていたが、スルタン宮廷からのリークによって陰謀は確信された。オーストリア側はいくつかの貴族グループの中に、密告者を抱き込んでおり、彼らは陰謀を企む一味が、 代々的に国内外の支援を取り付けようと必死に活動していることを聞きつけていたのだった。しかし、無本社たちはほとんど目立った動きを見せておらず、実際に行動に出る可能性も低かったため、当局は彼らに手を出さなかった。レオポルトは彼らの作動は、中途半端な計画に過ぎず、本気でことを構える気はなかろうと高をくくっていた。無本社たちは多くの陰謀を企てていたが、 どれも実行に移されないままに終わっていた。1667年3月には、中心人物の一人ベシレーニが死んだ。1667年11月、無本社たちは皇帝本人を誘拐する計画を立てたが、実現に至らなかった。ビーナーのイシュタットで斬守されるズリンスキと、フランコパンブダのトルコ人総督からの支援を取り付けるのに失敗した後、 ズリンスキと何人かの陰謀者たちは、実行を諦めて、陰遁生活に入った。一方、レオポルトは、ハンガリー人の支援を取り付けるため、依然として、彼らに自治を許していた。1670年、未だ活動を続けていた陰謀者たちの残党が、皇帝に対する反乱を煽動し、オスマン帝国による信仰を鼓舞する内容のパンフレットを配り始めると、事態は動き出した。 彼らはまた王領ハンガリーに住む少数派のプロテスタント住民にも放棄を呼びかけた。陰謀者たちの掲げる理念にハンガリー人の一部がこうし始めると当局は迅速な対応を見せた。1670年3月、ベータルズリンスキとその議定フランクルスとフランコパン、ナーダシュディフェレンツラ首謀者たちは逮捕、処刑された。およそ2000人の貴族たちが 捜査対象として逮捕された。当局による迫害は、ハンガリーとクロアチアの一般庶民に対しても行われ、ハプスブルク政府の兵士たちが両国に移ってきて居座った。プロテスタントの教会は、放棄には武力で対処することを示すため、焼き尽くされた。レオポルトは陰謀を企わたことに対する報復として、ハンガリーの国法を停止した。この措置は、 その後10年間続き、王領ハンガリーが名目上とはいえ享受してきた自治はこれを機に終わりを迎えることになった。クロアチアでは陰謀が計画されていた期間中にペータルズリンスキがクロアチア副王の地位にあったため、その後60年間クロアチア人は副王になれなかった。詳細は、クルツクオ参照レオポルト一世は両国の体制宗教である、 ローマカトリックに敵対するプロテスタントがもたらすと予想される脅威を根絶しようと考えた。そこで皇帝は陰謀路圏から2年間の間陰謀に対する報復としておよそ6万人のプロテスタントにカトリックへの改修を強制した。さらに800のプロテスタント教会が閉鎖された。1675年までに41人の プロテスタント牧師が反乱を強さしたとして、有罪宣告を受け、公開処刑になった。裁判と処刑が行われた後、陰謀に加担した大貴族の所領は奪われ、その家族たちは他地域に移住させられた。国内で最も誠意ある封建貴族家門とその経済支配の崩壊は、封建時代では他に例を見ないほど劇的な経済変動だったと言われている。 ベータル・ズリンスキの妻、アナ・カタリナ・ズリンスカと3人の娘は、女子修道院で死んだ。ズリンスキ夫妻の一人息子イヴァン・アントゥン・ズリンスキは、投獄されて激しい拷問を受け、苦しみのあまり発狂した状態で死んだ。母・カタリナも、同様の最後を遂げ、ズリンスキ一族の悲劇は、クロアチアの運命を、まさに象徴するものとなった。 処刑されたズリンスキとフランコパンの遺骨は死後248年経った君主制の崩壊島でオーストリア・ハンガリーに留め置かれ、その後ザグレブ聖堂の地下聖堂に安置された。処刑されたベシェレーニ陰謀の首謀者たち、左より、フランコパン、ナーダシュディ、フェレンツ、ペータルズリンスキ、1871年の藩が厳しい取り締まりは、 多くの元兵士たちや民族ハンガリー人を国家に対するゲリラ戦へと向かわせた。クルツオクと呼ばれるゲリラたちはハンガリー領内に駐在するハプスブルク軍を襲撃し始めた。クルツオクたちは取締まりが続くに従いハプスブルク政府を排除するための軍団を組織しようと試みた。1672年の夏までに1万5000人の軍勢が結集した。 クルツオク軍は、ベシェレーに陰謀よりもず大きな成功を収め、ハプスブルク政府と戦いながら1711年まで活動を続けた。彼らは自分たちの能力を諸外国に認めさせたという点でもより成功していた。最初はトランシルバニア公国が、ついでオスマン帝国が彼らの活動を支援した。クルツオク戦士たちと諸外国との結びつきは、後にオスマン帝国による ハプスブルク帝国領への大規模な侵略と1683年のウィーンの戦いを引き起こすことになる。オスマン帝国の征服活動によって、クロアチア領は1592年までに1 6 8 0 0トルに減少していた。教皇は、この縮小した国家をクロアチア王国の残部のさらに残部と呼び、この表現は気取った貴族たちの戦場における。 時の声となった。この大規模な領土喪失は1526年にハプスブルク家をクロアチア王家に選んだ、クロアチア貴族家門の大部分にとってまさに死亡証明書であった。支配すると地が失った彼らは歴史において非常に影の薄い存在になった。征服を免れたクロアチア西部に所領を持つズリンスキ、ケとフランコパン家のみが権勢を保つことができた。 陰謀を計画していた時期には、彼らにカモンは、クロアチアの民間人の約35%を支配していた。陰謀が失敗に終わると、彼らの領地は皇帝に没収され、皇帝の自由裁量で支配されることになった。陰謀発覚後の苦しい時代を生きた、クロアチア人たちは、1527年から1670年までの、同じ民族クロアチア人の福王が自分たちを、 統治していた時代が自民族にとって最も幸福だったと感じるようになった。1670年から民族革命の起きた1848年まで民族クロアチア人の複合は2人しかいなかった。1670年から19世紀の民族文化復興までの時代はクロアチア人にとっては政治的な暗黒時代とされている。 17.18世紀のハプスブルクオスマン戦争の間に失われた現在のボスニア地域に関して、クロアチア人はハプスブルク宮廷に同地域の再征服を要求できる立場になかった。このため、ボスニアは現在でもクロアチアの領域外に置かれている。ありがとうございます。